国際騎士招待3歳以上3勝クラス芝 2000m 戦出走馬14頭です10番のポットボレット前扉が破損したため外枠発走ということになりました今レイチェル・キング騎士を背に収まろうというところですスタートしました外10番ポットボレットは好スタートを切りました内から4番セイウンプラチナウンベルト・リスポリ さらには7番のエーデルブルーム、横山武史、9番、大成シリウス、戸崎啓太、外に10番、ポットボレット、レイチェル・キング、拍手がわくスタンド前です、2番、ウィンエクレール、岩田未来、1番、エスコバル、川田優が、高位のインコース、3番、アインゲーブング、宮川稔、その後六6番のランス・ソー,ー・バース、酒井流星が続いていって、各場1コーナー、カーベーと入っていきます、4番のセイユン・プラチナ、ウンベルト・リスポリ、内外の馬の様子を確かめて、1、2コーナー中間のたりで先頭、内側に寄せていきました。 1> 1バシンのリード7番エーデルブルーム横山武し2番手インコース外に9番大勢シリウス戸崎啓太です一馬身半後ろ10番ポットボレットレイチェル・キング4番手インコース5番手1番のエスコバルカワドユガですその後2番のウィンゲクレール岩田未来その後中段12番のマリノ・アズラジョワン・モレイラ直後に5番プラチナ・トレジャールウクモリス並んで6番のランス・オブ・アース堺井星です 1000m 通過は1分0秒560秒後というペースです 青い帽子2つ、5番のプラチナ・トレジャー、6番ランス・オーバースの後ろ、13番、クライミング・リーリー・アレクシス・バデル、その外に3番、インゲーブング・宮川るかわしていって8番、マイネル・クリスソーラ・タ豊。ユタカ、後方からは11番、シルベリオ・クリストフル・メールと、並んでいって14番、森のカンナ・ちゃんマリー・ベロン、です3、4コーナー中間、前は4番のセイウン・プラチナ・ウンベルト・リスポリ、リード、首ほどになって、差を詰めていって10番のポット・ボレット・レイチェル・キング、2名のジョッキーが並びました、あとは9番、タイセーイシリウスー・外から一番。 エスコバル川田優が後位外目の追走です4コーナーカーブ先んじて先頭に立とうするポットボレットレイチェル・キング内で抵抗する4番セイウンプラチナウンベリトリスボリその背後から1番エスコバル・川田優が狭いところを終わろうとエデルブルー、横山拓司の追い比べになっているそからは8番のマイネル・クリソーラ武豊がじわっじわっと並びかけていって今度はこちらが先頭かマイネル・クリソーラ武豊内ではポットボレットレイチェル・キングエデルブルー、横山拓エスコバル・川田優がこれらは二番手争いなマイネル・クリソーラ武豊ゴールイン マイネルクリソーラ・武豊、外から前段を飲み込みました去年は30年ぶりのシリーズ優勝、武豊、さあ、今年は連覇なるか、2戦目を制しました1着、8番、マイネル・クリソーラ・武豊、2着争い、圏内は3頭、1番エスコバル・川田優雅、10番、ポットボレット・レイチル・キング、7番、エーデル・ブルーム、横山武時計2分